ぱ好きだこの辺もな。この辺ももう服出放し、放し放しやで。おいしょ。なんだよもう。いやーみっとも。はいどうもこんばんは。めちゃくちゃ引用しとるやないかこれ。もうなんやねん。待ってます。教会本日は夕方の5時くらいから飲み始めまして、2時間ちょっとのライブをいたしまして、その後8時半、もうちょっとやったかな、8時半ぐらいに終わって、座ったのはね、おそらく今これタイムラプスのカメラ回ってんのかな、うん、多分回ってると思うんですけど、座ったも寝落ちしてまして、それでパッと目が覚めて、でそれから動画編集をして晩酌動画を見て、でまた YouTube 見ながらダラダラしましたら、もう10時半でございます。ゲームしようか、ライブを配信して、まあ、復活しようかと思ってましたけど、どっちもできませんでした。はぁ、あ、よし。というね、締めが食べたいということで、これこちらの中年パテモスチャンネルの方を見ていただいた方は分かると思うんですけども、何回か前の東京か関東から来た方々からと、来た方々、方々と飲んだ時にいただいたお土産の中華三昧の、これ何て読むの、トマトスーラータンメンなんですよ。はい、これね食べてなかったんで、まあ、締めにいいかなと思ってさ、うん、今日はこれをね締めに食べようかなと思います。まあ、本日11月22日いい夫婦の日なんですけども、もう今日はもうちょっと疲れてますので、でも動画の編集するような気力はない。もうこれ食べて歯磨きして、もうゴロゴロして、まあ、秒速で寝ようかなと思ってるんですけど、まあ、これは23日の勤労感謝の日の、もしかしたら夜に上がっているのかもしれません。はい、まあ、そんなこと、まあ、とりあえずね気分次第ですけど、まあ、中身はこんな感じです。はあ、まあ、すごくいい香りがしてます。もうすでにこの香りでリピしようかなと思ってるんですけど、値段次第ですね。これもすげえ高かったら買う気しないけど、ピンとこい。めちゃくちゃいい香りしてますね。熱湯4分、キャロリーは379キロキャロリーでございます。というわけで、でもそれにズームイン、ね、いただきたいと思います。もう今日も結構飲みましたよ。ビール、はい、ビールハイ、はい、なんて、ビアハイやったあれ飲んでね、1本ね飲んで、ほんでワインも少々飲みましたんでね、結構気持ちがいいです。いただきます。あ、おいしい。やっぱ締めやな。あ、いい酸味ですね。あ、これうまいな。何本ぐらいすんやろこれ。中華料理読めないなんとかの林、焚き火の滝ながらと林、うん、創業1956年、東京赤坂で開業した老舗中華料理店。最高級の素材を使った伝統ある料理が人気のお店です。数ある人気料理の中でも特に有名なスーラータンメンです。麺好きの料理長がまかないとして創作した料理をメニュー化、今ではなんとかの定番名物メニューですって書いてますね。スープがうまい。うん、さすがにこれうまい。中華三昧ということでね、これねノンフライ麺でしょ。まあ、袋麺の中に中華三昧ちょっとね高級品ですもんね。あ、でも大丈夫？明かり的には大丈夫だよ。おい！ボケ、おら言うこと聞けや。多分ダメだな、これもういよいよ死んだな。死にましたね。なんでやるの、この。最後の力を振り絞りまして
奇跡が起きました、ありがとう、頑張ったね、何年間か頑張りました。ちょっと汚い言葉も少々吐きましたけども、麺の方いただきたいと思います。あの関東から持ってきていただいたみたいなんですけど、関西に持ってるそうですよ、うん、うん、ああ美味しいね、うん、結構でも粘り気のある感じなんかな、やっぱスーラータンメンはちょっとあんかけっぽくなってるしかな、うん、美味しいですね、トマトチリヌードル、カップヌードルね、あれ好きな方だったら、ね、食べてみたらいいんじゃないかなと思いますね。あれほどジャンキーな味ではない、うん、これ器さえ違えばお店に出てきてもいい感じのなんかねちょっと上品な味をします。中華三昧なんてほんとね記憶にないぐらい食ってませんけど、こんな麺やったよ。一回久々に買ってみっか。これレモングラスが入ってんのかな、これレモングラスとトマトの酸味かな、うん、爽やか。これどこで見たのこのラーメン、スーパーかな、私も見かけたんですよこれ売ってんの。金額まで覚えてないけどね。トマトうまいな、うん、フリーズドライのトマトって感じの味やだけど、だから濃縮に酸味とトマトの風味がね、ドライフルーツのトマトみたいな感じ、濃縮されたトマトの味がします。メガネも曇る美味しさ。お昼ご飯とかにスープとして、女性の方とかで、ね、スープとして買うのはいいと思います。ただガツンと昼飯のお供として食べるのは向かないかもしれませんね、うん、ほんと今の俺の状況締め、うん、飲んで帰ってきた時、そんな時にね、出張でホテル戻った時とかね、うん、そんな時に食ったらめちゃくちゃいいんじゃないかなという味をしております、うん。ただ俺もこのラーメンの味覚えてるから、もしかして酔っ払って帰るときに俺これ買う可能性もあるね、うん、カップヌードル、カレーかこれかっていうぐらいのレベル、それぐらいインパクトあるから、やっぱこのトマト系ね、トマト系ってさ、トマトチリ、カップヌードル、トマトチリヌードルかこれしかないからね、うん、ないとまで言わんけど、俺の知ってる範囲はそれしか思い浮かばんから、うん、非常にスープまで美味しい。うん。一つ思うのが、もうこれカップ麺やからしゃあないけど、こういう器やけどさ、ちゃんとラーメンの器で食いたい感じのラーメンですね。これでちょっと味を安っぽくしてる感じがある、この容器で。こうじゃなかったらもっとうまいのに、もうこのまんまでね、うん、器を移して食ったらまたちょっと量が微妙でさ、うまくいかないかもしれんけど、ジューン、仕方ない、もうこのままいきますか。
うん、寿命ですね。ほんとスープがね、トマトがしっかり効いてる。やっぱカップヌードルのトマトチリヌードルのような、なんかあの無理やり作った感、うん、じゃなくて、これは本当にあの、なんていうのかな、ちゃんと素材にこだわってる、素材にはこだわってないかもしれないけど、素材感がありますね。うん、うまいな、ほんま。トマトのコクとうまみ、うん、確かに。爽やかな酸味とうま辛み、うん、確かに。本当にスープがうまい。スープが美味しいです。スープだと思って食べた方がいいと思う。これ多分スープ全部飲みますよ。ちなみに中華三昧はどこが出してるんですか？明星なんや。東日本明星株式会社とかね、これまあ東京からもらったしか。中華玉に明星なんやね。明星って一平ちゃんのイメージしかないもんな。ほんとスープがうまいな。麺はうまきやわ、うん、他の中華玉もこんなんかな。袋ラーメン、美味しゅうございました。あの、ほんとこれね、昼飯には食わないでください。まあ、食いたい人食ったらいいと思いますけど、あの、飲んだ後の締め、出張先とかね、うん、ホテルに帰った時、カップヌードル、俺はカレーがいいかなと思うんですけど、これも非常におすすめでございます。はい、というわけでもう11時になりますので、明日も私6時前に起きて、6時ぐらいからウォーキングには行きたいと思っておりますので、本日はこの辺でドロンとしたいと思いますのでね、はい、ゲームもできなかった、配信第2号もできなかった、でも素敵な締めができました。皆様、明日というか、これは明日あげんだったら良い休日でしたか。明日からまた2日ほど働いてください。そしてぜひともこれ締めに食うてください。メインで食うともしかしたら物足りひんのかな。今の俺めちゃくちゃ良かったけど、おにぎりとこれとかやってて俺ちょっと違うかなと思いますんでね、うん、使い終わりの日とか飲んで帰った時の締めにでも食べていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、バテボソ協会でございました。ごちそうさまでした。じゃあこのまま寝たいと思います。ほな。